薬マデラ、かつなおは、日本の実業家。薬心グループの創業者。株式会社薬心運輸代表取締役社長。アート引っ越しセンター。大分株式会社代表取締役社長。株式会社薬心代表取締役社長。薬心モーター株式会社代表取締役社長。株式会社薬心プラス代表取締役社長。株式会社大分センチュリーホテル。 代表取締役社長等を歴任。現在は、薬診グループの会長である。1937年8月30日、大分県北天辺郡つくみ町家裏の生まれ。高校入学後、父の経営する家業の成果問屋を手伝っていたが、1956年、宇木市の津町に転居し、父と運送業を始めた。のつ運送店では、経営に参加し、監査役を務めた。 1959年、株式会社ラジオ大分に入社。東京支社勤務を経て、営業、番組編成等にも携わったが、引っ越し業企業のため1982年に外部、放送を退職。1981年、アート引っ越しセンターのフランチャイズ1号店として、引っ越し業を始める。その後、会社販売業、総裁業、ホテル業等に事業を広げ、 現在の薬進グループとなった。2006年10月、前社の社長だった薬マデラは会長に就任し、主な事業は息子たちに経営を引き継がせた。ありがとうございます。